こんばんは、入山明子です。2月13日土曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は初めてお会いする葉月しのぶさん、番組のゲストにお招きいただき行ってまいりました。そしてその後は事務所社長と合流し、FM チャッピースタジオまで着替えを済ませて、13時半からはラジオを聞き、14時からは入山明子つれづれライブ、本日から拡大バージョンということで、1時間にわたって皆様とつながりながら楽しい時間を過ごさせていただきました。そしてなんとその後はラジオの収録も入っていましたので、こちらも順調に終えて、今日の一日のスケジュールは終了。社長との打ち合わせもでき、とても意義のある、そしてつながる土曜日を楽しく過ごさせていただきました。今はなかなか多くの皆様と一堂に会してお会いすることが少なくなってしまい残念なのですが、こうしてインターネットを通してでも会話ができ、そして見えない絆で皆様と共に一緒に春を待つ、今のこの時期を辛くって苦しいことばかりでなく、小さなことを幸せに感じながら歩んでいきたいと願っています。今しばらく不要不急の外出ができず、いろいろなお商売されている方も大変な中だと思います。私自身も多くの方に支えられて、一日一日一歩一歩前を見て希望を捨てずに歩んでいきたいと思います。明日はバレンタインデーです。日頃の感謝を込めて、愛を込めて一日過ごしたいと思います。明日も元気にお会いいたしましょう。それではおやすみなさい。